キャシャンシンズは日本のテレビアニメ2008年10月から2009年3月まで放送。また、ジャイブ感月刊コミックラッシュで2008年12月号から2009年7月号まで漫画版が連載された。作画は竹井正貴。原作の内容を思わせる情報の断片も語られているが、その世界観やストーリーは原作とは異なる独自のものとなっており。 一概にリメイク版とは言い切れない作品である。荒廃したペシミズムで占められた暗い世界観となっている。本作は原作の持ち味であった終末感漂う荒廃した世界で繰り広げられるシリアスなストーリーを継承しつつ、俗に山内説と称される山内茂康監督の作風とのマッチングを見せており、原作以上にシリアスで、 ダークなストーリーが展開される。人間がほとんど登場せず、人造人間側の視点から見た世界観が特徴となっており、展開こそ比較的緩やかであるものの謎めいた問いかけがなされながら物語は進行していく。タイトルに含まれる真図は英語で罪を意味する真の複数形である。キャストに関しては、キャシャーン役の古谷ルをはじめ、 ベテラン声優で固められている。原作から引き続き出演しているのは、ブライキングボス役の内見賢治のみである。なお、後年の辰野子プロ作品、インフィニティ・フォースについてのインタビューに際し、同作に出演した関ともは、本作でキャシャーン役を演じるかもしれなかったが、結局はオーディションに落ちて、人役を演じたことを明かしている。後輩した世界にて、 長い眠りから目覚めるもそれ以前の記憶を失っていたキャシャーンは、なぜか襲いかかってくる敵と戦いながら、自らの記憶を取り戻さんとする。荒野をさすらうキャシャーンは、やがて様々なロボットや人間と出会い、自身の背負った罪を知ることになるのだった。上記のほか、2014年現在は、バンダイチャンネルでも、全話を配信中。おっと泉にて、ラジオキャシャーンシンズ。 古谷ル VS、森川智之が配信された。ありがとうございます。